どうもテラグです。今日もミンゴルやっていきましょう。今から約30分後にピザラジ、大石加藤のピザラジオ第53回まんじゅうラジオっていうのがあるんで、25分間だけやります。んで、今ツアーでゴルフどうなってるか見ましょう。ツアーでゴルフはまあもう上がるよね。17万、まあちょっとあと1勝ぐらいしとくか。あと1勝すればプラチナには上がるでしょう。誰にしようかな。ちょ、1回キャンセル1回キャンセル。ちょ、装備が悪い。装備が間違ってる。はい、ちょ、風神がついてませんでした。取り舞い一勝して、ラントナ1回やって2回やって、いいねレッツゴー。ブレてないよね。性癖にブレがない。パースリー。あー、パツ1、雨ザーザー、です。相手先か。相手狙ったらもう自分を狙うわ。アプチャレ。そうなんですよ。今日は今から20分後とかに、ピザラジがあるんで。いいね、ジャス。弱め。いや、強い。で、上か。よくてよ。1.35。1.35つくのか。なるほどね。超低反発。はい。超低反発がぶち込めない。まあ、しゃあないね。今のが超低反発だったかどうかもわからん。が、もうようわからないから、ここで、入るといいんですが。外した。やばい。やばいぞ、これ。やばい。終わったな。ただ、相手も厳しいか。相手も赤じゃないからね。ジャストショットしてりゃな。3.2。これ届くのか？これは。どんまい押しとこう。しかも赤出てんじゃん。マジか。よし、全然。全然卑怯じゃん。九死に一生。なんでジャストショットしなかったんだろうね。やったー、勝ちました。これで多分プラチナに上がれるでしょう。もう一戦やろうかな。なんかあんまりいい試合じゃなかったから、もう一戦やってもいいかな。あと20分。はい、お呼びですか。もう一戦だけやろう。誰にしようかな。勝っても負けてもこれを最終戦とします。
キログラムの人。2574。レッツゴー。なんか1ヶ月半ぐらいニンゴリやってなかったような気がする。パーフォー対価。ああここか。うん、さあ行きましょう。403ヤード風。おー、まあ打つよね。403ヤードで若干、うん、まあ打つな自分は。相手がどうかわからないけれど、風もね、なんか嫌な方向なんだよね。だから右側のフェアウェイに落としてっていうのもまあできなくもない。右側のフェアウェイに落とす場合は、まあ、参考になりますね。あ、封じ持ち。うん。182ヤードか。でも横なんだよな。1.70。171ヤード狙える。うん、171ヤードだな。でも391。まあこの辺だね。届かなかったね。やっぱりそう考えると欲しいところではある。うん、欲しいところではあるね。風神シュバリエショット171ヤード無風ならまあ届くかなみたいな。あー、でもあれか、いろいろ邪魔くさいな。あー、でも届く、大丈夫。あ、届くね。これは負けだね。シュバリエショット弱い。でも弱いんだな。ナイス。あ、これはドンマイだな。ドンマイしとくか。今のはドライバーだったのが良くなかったんだね多分ね。あ、しかもバグった、バグっちゃった。バグってはいない。2打目で決められればまだわからないのか。うん、2打目で決められればまだわからない。でもつけるんだったらもうわかる。弱い。これはといき18.8。よし、もう一戦やろう。もう一戦やろう。まだ17分、まだ全然いいよ。まだやってていいよ。こんなにやるつもりはなかったんですけど、ゴールドだし。明日やっとプラチナに昇格できます。プラチナ上がると、また G 外し、あ、グリーン外しか。なんか対戦したことあるのかな。あ、セコチの人に対しての、あ、ハワイアンか。風向き、ここ本当に終わり。ここと、もうやんない。もうやりません。相手が先。フリショー。401ヤード。どうする？頼むぞ。401ヤードすごいな。162ヤード。まあ。2打目が封じって感じかな。じゃあ
とりあえず外に落とすのだけはダメ。外だけはダメ。外だけは。外に落ちると、ラフとかに落ちるともう終わってしまう。で、自分が先なんでしょう。400ヤードだからね、相手は165ヤードで封刃と。まあうまくいきゃね。165ヤード封刃結構きつそうですけど、まあでもこれはもうこうするしか勝ち目がないんで、いらないかい。一瞬来たけど入ってない。よかった、入った。くっそくっそくっそ。もう一発撃てるか。もう一発撃てんな。もう一発撃つわ。はい。よし。パーだぜ。この後は、ランとなります。あー、封刃2発持っといてよかった。2回撃てるよ、2回。封刃2発持ってたら2回撃てる。どうする、その見せプレイとかいらないからね。頼むぞ。転がる。 3.6m。じゃあ終わります。終わります。終わりません。とりあえず開けて、プロツアーはもういいでしょう。お、手裏剣。はい、お呼びですか。昔使ってた。ということで、これなら絶対昇格。これなら絶対昇格。誰が何と言おうと昇格。なので、ハワイアン行きましょう。残り12分ですね。ピザラジ始まるまで残り12分。確かこれだったと思う。で、いやー、ハワイアン楽しい。4アンダーを目指しますと。4アンダーは普通にやっていたら取れる。超低反発もあるし、無風低反発もあるし。
あそこか。これどうすんだっけ。これしかも今回はあれだね、無風じゃなくて、まあ、チャンショでいいのか。いや、これ361だ。361でこの辺に打っちゃったらいいんじゃない。うん、かなり期待できる。いい、なかなかいい。で、ここのショットなんだよね。もう入れる、入れるつもりで打たなきゃダメなんだよ。で、ここは無風使わないで打ちます。 1-2 なんだよな。いや、もうここ、これでいいでしょ。で、4.4 ちょい強めかな。こんぐらいか。いやー、どういうこと。あー、低反発いる。低反発欲しい。低反発入れよう。ここを決められなかったら、またあれだよ。長いよ。ここ決めきれなかったらまた長い。もう多分、まあ入るけど。いや、どんぐらいこんぐらいこんぐらい。よし。よしよし。完璧なショットだけど、グリーンで跳ねるっていうのが、すごいショックだわ。あんだけうまい具合につけたショットないのに、全然外れるし。あー、びっくりした。ライジング打てばよかったのかもしれない。うん。今のはライジングが正解かもしれない。ただ低反発つけるのありですね。ちょっとそれを考えます。4アンダー目指していきますと。なんかコメントで158ヤード無風全力ぶっぱでいい感じでいきますよっていう話をもらったので、158ヤード例にだと147ヤードに変わっちゃうけど、まあでもいいんじゃない。これでもこんな感じで打つ。うわーう。ああ。よし、フェアウェイやったぜ。危な。で、左に行こう。で、これやりすぎだから、こうかな。んで、6.2 上なんだけど、どうすんだっけ？下でいいんだっけ？これは、下？こっちかな？で、令和を打つんですけど、ちょっと強めなんだよね。これでいいはず。ガサル。はい、悪い。場所が悪いんだな。リタイア。残り7分。だから、ここで、あと1回ですね。ちょ、147ヤードでいいかな。10ヤード足りないな。ああ、またいい。風がいいな。また風がいい。ああ、で、あそこか。この辺でいいのか。この辺打ちゃいい。ベスト、ベスト。で、無風は使わずに打つと。風だけ。まあ、一個右かな、下。超低反発とかめちゃくちゃ使いたいんですけど、まあ、このまま打ちます。サンドウェッジで。で、風そんな吹いてない。
4.6、まあまあぴったりでいいかな。うー、危な、危な、まあ頑張った、まあ頑張った、でまあ普通に打ったら入るので大丈夫。普通に打ったら入るから大丈夫。ライジングつけてるからライジング打ちゃよかったんだろうな。ライジング打ちゃよかったんだよね。これ最後、これ最後です。残り5分。はい、いやー風運すげえいい、風運めちゃくちゃいいけど場所が悪い。うーん、場所悪いな。まあ、この辺で打ちますか。よし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 。下下がってるね。下がってる下がってる。だからこれで、で、チャンスにして、で、ちょっとだけこうかな。で、6.5 上。54で4ヤードなんだ、4ヤード。だから58ヤードでいいんだ。それでどういうことかっていうと、ここの間が6ヤードなんで、3つに分けます。2ヤード、2ヤード。だから これがジャストで入る。うわ、くそ。むずいな。あ、行き過ぎたか。もうちょっと弱めか。か、風を考えてなかった。風があった、そういや、3メーターの風が。これは入ります。大丈夫です。入ります、入ります。OK。よし。4アンダーへの道、ギリギリなんとかなった。ピザラジは残り3分。間に合う、間に合う。風を計算に入れてなかったな。ってことは3ヤードでいいんだ。3ヤードでいい。うん、今の場合は3ヤードライジングで入る。で、次のホールは147ヤード、やべ、始まっ、あ、やべ、あと3分で始まる。いや、でも時間ぴったりで始まんないかもしれないけど、時間ぴったりで始めるよね。残り3分です。残り3分。ちょっと小音にしときます。小音に。はい。んで、ここは、とりあえず、無風で、147しか出ないんですけど、もういいよね。 OK、 これもういい、これでもういい。証明すればいいんだ、証明すれば。で、こっから打って大丈夫かって言ったら多分大丈夫でしょう。1個か2個右か、2個はやりすぎなんだよね。だからこんぐらいか。これもやりすぎか。これぐらいかな。で、下、上、6.3 で、令和の夜明けで、ちょっと強め。うわぁ、ガサってない。いやぁ、全然違う。
全然違う。最後までやりますか。このショット外しても最後までやりますと。この辺かな。で、10メーター、こんぐらいかな。うわ、入って。オッケー。やったぜ。これが大ボス。次が小ボスなんで、もう大丈夫。風だけ確認して、うまいこと打てれば。いえ、前、みんなマイナス3。マジで？みんなマイナス3。はぁ。ハワイアン。風が向かい風で3メーターから6メーターなんだよね。これ想像つかないよな。で、これはやりすぎなんだよね。もう逆に。これやりすぎなんだよ。で、そっちに向かっている。右下に向かっている、このまま打てばいいか。3メーターの風。まあ、みんな同じかな。いいかな、これで。で、強く打つべきかって言ったら 2.2。ぴったりでいいんだろうけど、まあ、ちょっとだけ強めに打つか。こんぐらいか。OK。ジャストだけする。あれ？あれ全然違う。嘘でしょ。決めんのかこれ。まあ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 、いけるっしょ。全力で行った方がいいかな。4メーター、強い。全力ダメか。こんぐらいか。OK。いやー、全力だったー。終わりと。今日は終わり。今日はこれで終わり。全力が正解でした。はい。いや、頑張ったよ。5560位。ということで、あと2回4アンダー出したいですね。せめて。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。